まあ自分たちが目標としていたタイトルを取れなかったことに対して自分はすごく責任を感じていますし自分はこのチームにタイトルを取らせるために帰ってきた中でこういう結果に終わってしまってえすごくえ鹿島に関わるすべての皆さんにはいすごく申し訳ないいい気持ちいっぱいですいまあ前半戦一度戦って1対1の引き分けに終わったと思うんですけどえ自分たちの PK で1失点してしまってそこからなかなか次の点を取れず引き分けで終わったという印象のうん強いイメージかなと思うので、まあ、次は自分たちがしっかりと無失点に抑えて、えー、1点だけじゃなくて2点目を取りにいけるような、えー、そういうサッカーをやれればなと思います。後半戦に入って ななかなか勝てていない状況が続いていて、えー、みんながかなり悩みながらも、えー、練習でできつつある部分はありますしその部分を試合で出すことはもちろんですけどまず前提にあるやっぱり全員で戦うというところはもう忘れず、まあ、試合のキックオフからしっかりとチーム全員で戦って90分間を通して自分たちの勝利を手にできるように全員で戦えればなと思っています。 まあここを今、連戦できていてこの日本の夏っていうのはかなり苦しい部分もありますし自分自身も久しぶりでかなりそこを体感している部分でもありますけどやっぱりここで大事なのは自分のコンディションの部分やっぱりどれだけこの中3日という間で回復させるのか試合中ではやっぱ自分1人じゃなくてチームのためにも声をかけてやっぱその集中力が切れる部分っていうのはあると思うのでこの暑さの中でも 全員で喋り続けて、まあ、先ほども言ったように90分を通して戦い続けられるようにチーム全員で戦っていければなと思ってます、まあ、今回天皇杯を失ってしまってかなりファンサポーターの方たちには辛い思いをさせていると思うしやっぱ自分たちに残されたものはもうあとリーグとルヴァンその2つやっぱそこは何が何でも自分たちは取らなきゃいけない部分だしリーグ戦の優勝争いに 関わっていくためにもここの試合というのはすごく大事になるんで、まあ、この試合が終わればまた少し間が空くんでその前にここでしっかりと勝ってまたこの次に繋げられるようにしっかりといい準備をしたいので、まあ、この試合にかける思いは自分もかなり強いですし、まあ、チーム全員でもここは死に物狂いで勝ちにいきたいなと思います。今回の、FC、東京戦、えー 今回、天皇杯への負けということがあって、えー、かなりファンサポーターの方たちにも、えー、かなり辛い思いをさせたと思いますし、えー、自分たちに残された道はルヴァンカップとリーグ戦を取ることだけだと自分は思っていますしそれを取ることだけに自分も精一杯、えー、働いていきたいと思いますし、えー、そのためにはファンサポーターの方たちの支えが必ず必要となってきますので最後まで自分たちとともに戦ってください。